7年まで、ノブゴロド州知事。西ウクライナ、イバーノフランキーウシク州出身のウクライナ人。なお、聖の、プルサクについては、ロゴ版では、プルーサク、英語版では、プルサークと、表記揺れが見られる。1979年コロミスコエ教育大学を、卒業する。大学卒業後、教職に就く。兵器を修了した後、 1982年ソ連、共産党中央委員会附属党学校で学んだ、あと、コムソモール活動入りし、1986年から1988年に、ノブゴロド州ホルムスク地区コムソモール第一初期。1988年から1991年、ホルムスク地区ソフホーズ所長。1989年から1991年まで、 ソ連人民大議員、最高会議大議員。1991年10月24日、ノブゴロド州行政長官に任命される。1993年ロシア連邦議会選挙で、上院連邦会議議員に当選する。上院では、ロシアの統一と合意党会派に参加し、独立国家共同体問題委員会委員。 1995年ロシア会員選挙と同時に実施されたノブゴロド州知事選挙では56.17%を獲得し再選された。1995年我が家、ロシアに参加。1996年上院国際問題委員会委員。2001年ロシア民主党議長に選出された。2005年統一ロシアに入党し、 同年6月統一ロシアノブゴロド初期に選出された。2007年8月3日、北西連邦管区のイリヤア・クレバノフ大統領代表に、ノブゴロド州知事職の辞表を提出した。ウラジーミル・プーチン大統領は、辞任を認める署名をし、公認に、セルゲイ・ミーチンを任命した。ミハイル・ミカイラ・ビーチ・プルーシック・バイオグラフィー。 センターフォーロシアンスタディーズ2007年1月2日、時点のオリジナルよりアーカイブ2006年9月26日閲覧ありがとうございます。